はい、どうもサニッショーのテッドです。今回も12ミニッツ続きからやっていきましょう。前回かなりいいところまで行ってると思うので、おそらくもう真相にたどり着いとか真相にはたどり着いてるんじゃないのかな。でも何かがやり残したことがあるんだろうね。あと俺これさ、この開始画面なんだけど、これ柱時計なのかなと思ったら懐中時計なのかな。で何かこう映し出されてるよね、懐中時計のこの盤面に。このマーク床のマークなんだよな。でドアがあってだからどこなんだろうね。まあいいや、じゃあ続きからやっていきましょう。俺あと何やってないだろうな、あと何を知らなきゃいけないんだろうね。奥さんの弟、異母兄弟だけどが犯人なんだろうっていうところまでは分かったから、もうちょっとその犯人の情報が分かったりするのかな。その点をちょっと聞いてみるのも悪くないかもしれないね。うん、よし、じゃあやっていきましょう。時間が進んでいきますと。さてどうするかな。とりあえずもう、まずバンブルビーに電話をしておけば最悪は回避できるそうなので。Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help, please? Why would you say that? 彼女の父親がなぜこんなことをしているのか本当の理由を伝える。これってでも伝えないでくれてありがとうって言われてたんだけどな。刑事には。お前のせいだよってことを伝えちゃうわけでしょ。それって良くない気がするけど。良くない気はするけど、本当は伝えたくないけれども、この文字が白いせいだこの文字が白いのが良くない。なぜかというと、お金を作るためなんだよ。Listen, your daddy is gonna hurt. 言っちゃいけないよね。So that he can pay for your treatment. What? No. 悲しい。こんなこと伝えるの。My wife has this expensive pocket watch and your dad wants to kill us to get it. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine.I will. これでもめっちゃ怒られそうな気がする。俺めっちゃ怒られるんじゃない。キス、怒られる前のキス。 I didn't hear you coming. Not now. Okay. 今はダメだ。 It was Christmas Eve and he この辺は変わらないかな。 I couldn't. I did. Listen, he didn't die when you shot. 彼は君が撃った時死ななかったんだ。 He survived. Your brother.The one you always call 君がモンスターと呼んでいた人物、彼が1週間後に君の父親を殺した。うんうんうん、うん、ちょっと変わってる気がする。まとまってるね。 Okay, you ready? There's more. A man is about to ring the doorbell and accuse you of murder. はいはいはい。 He was close to your father and when your dad died it really messed him up. Okay. Are we ready?まだなんか話せるか。殺人について話をする。その警官が懐中時計を使って自分の娘を救いたがっていると伝え、ああなるほど、じゃあ用意しときましょうって、もう先に渡すみたいなことができるのかな。先回りができるのか。 That cop, he's after your father's watch. His daughter has cancer and the watch will pay for her treatment. こんなにさ、いっぱいいろんなこと言われて整理できる妻すごいな。あ、これで終わりか。彼女の過去について、弟が殺人犯であるという話を詳しく聞く。 Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. 誰も聞いたことがなかった。名前も知らない。What about the nanny? I was 2 years old. I have no idea. ベビーシッターについてもわからない。I mean, the cop said he knew my 警官は私の父を知ってたと言ってたわね。そうでしょ。Maybe he was there back then? なるほど。警官がその彼について知っている可能性があるのか。これも一応聞いておく。なぜ彼女過去について嘘をついたのか。しらみつぶしに聞いておいた方が良さそうだね。I mean, how was I gonna tell you? Hi, nice to meet you. By the way, I killed my father. 確かに。I didn't want to get close to anyone. なるほど。You were so persistent. かなりしつこかったらしいな。I just wanted to believe I was who you thought I was. なるほどね。But well,まだ終わらないぞ。大丈夫だ。大丈夫だ。これでダンスをしようはもうないだろう。じゃあ警官が来るまで待ちますか。Now we wait.
あとは待つのみ。怒ってなきゃいいけどな。電話で。バンブルビーの電話で怒ってなきゃいいけど。You can start fresh. Clean slate. Hey, Bumblebee, what's up? おおお。I've never. 大丈夫かな。I've never been able to say that out loud before. So. やずら電話じゃないかな。For listening. What did they threaten you? 会話はそんな変わってないかな。あ、話した。Honey, that's impossible. Of course it's not. I wouldn't. 大丈夫かな。Hey, you're my little girl.あ、でも頼みは聞いてやるさ。うんうんうん、誰かを傷つけたりしない。なんか大丈夫かもしれないな。妻とは話せないか。指切り厳慢だ。大丈夫だったかな。チーン。あ、エレベーターの音。話に来ない、ひょっとして。そうなるのか。あれ、じゃあどうなるんだこれ。あいつが来なくなっちゃった。帰っちゃった。あ、うーん、アゲーン。やっぱあの伝え方は良くなかったんだ。あれは良くないパターンの電話だったんだな。なるほど。真実を伝えることがいいことだとは限らないと。バブルビー。 Hello? Hey, hey. Please. What are you talking? 妻は無事だと伝える。 My wife is innocent, but your dad, he won't listen. I don't know what you want. Hey. ピポーン。 All right. Is that him? 開けます。待ってたぞポリス。Okay, let's talk. Oh shit. Wait, please. Please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. So I can't believe that. I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother.おお、その子のことをモンスターと。実際そうだったわ。モンスター。うん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 。話が変わってる。なるほど。Listen. あれ、I know もうこれを見せもしないな、写真を。But I always thought you weren't there. I wasn't there.なんか話がすごい転がってる。もう俺いなくてもいいじゃんみたいになってる。本当にいなくても良くなってる。妻すごいな。なるほど。うんうんうん、そうだね。娘さんのことも考えないとね。でも待ちなよ。プレゼントがあるんだ。俺からだよ。俺からもだよ。これは今から妻が懐中時計を渡すけど、俺からだよ。俺からでもあるよ。全部妻だな。俺は一体。でもそういうもんなのかもな。うんうん。How much do you remember about her?It's been a long time. 随分昔のこと。名前。something flowery. 花の名前。Daphne, Daisy, something like that. I'll dig into it. I'll let you know when I know more. ダリアじゃない。So what happens now? Is it over? No. No. It's gonna happen again. ちょっと待って。I have no fucking idea. ダリアじゃないか。Oh! No. No. ちょ。Flower. Fuck.ちょっと待って。花の名前の母親、ダリア。いや、偶然かな？偶然の一致だよね、これはね。
じゃないとおかしなことになるもんな。だ俺が殺したってことになっちゃうから、そうするとね。だってお母さんがベビーシッターだとすると、お父さんを殺したのは俺ってことになるよ。俺ってことになるのか。あれ、これ俺犯人説ある。え、俺ってひょっとして信用のならない語り手っていうやつ、いわば。嘘、ちょっと待って、マジ、これ俺可能性あるのか。俺は異母兄弟なのか。うわ、すっごい可能性あるじゃん。だから俺の目的は父親を殺すことがまず目的でしょ。妻に近づいた理由ってのはなんだ、真相を知るためか、どの程度自分のことを知ってるんだろうっていうのを探るため、手元に置いとくため、なんかいろんな理由がありそうだな。なんかちょっと待って、ってことはだ、クローゼットから取らなきゃいけないね。すべてを話した上で、花の名前、これダリア。Baby clothes with my mother's name. 母親の名前が入った。She wants to name her Dahlia after my mother. すべてを聞いた上で妻に聞いてみるか。ベビーシッターについてを聞く。弟が殺人犯、ここからベビーシッターの話に発展するかな。I don't know. I don't even know his name. 名前を知らない。I was 2 years old. I have 妻はわかんないのか。はあ、はあ、はあ。Maybe he was there back then? 警官に見せるべきなのかな。警官の方が覚えてる可能性があるのか。オープン。Okay. Let's talk. Get on the ground. Oh shit. Wait. Stop. I have something you need to see. The bastard destroyed everything. クローゼット入れんの。Destroyed my mother. She called him the monster, and he was monster. Monster. What? そういえば警官モンスターって言ってたな、俺のこと。俺が警官を撃って椅子に座ってじっとしてるとき、あいつ俺のことモンスターって言ってた気がする。I know my father. 俺がモンスターなのかもしれない。I miss him too. But I. I'll look for your brother.話は聞かせてもらった。俺の母の名前はダリア。彼女の名前は覚えてる。ここでこの服をドロップ。あれ、ほら、あ、すっと俺に移動した。見てくれよ。Look at the name. Is that the nannyThat he had the affair with? Oh. 俺は記憶がないのか。Dahlia. That's it. Her name was Dahlia. Why are you saying this? It's so gossip talk. This is funny to you, huh? Oh, oh. She was my mother. 記憶がないんだ。No. No. No. これはどういう、どこで記憶を失ってるんだろうな。今、ああ頭が、お、まさか時計の針が戻るパターンでは。あ、戻っていく、あの時に。父親を殺したあの時かな。わあ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 。12時の2分前。Hey, come on, snap out of it. Look, I know this is a lot to drop. 父親か、警官の声に聞こえるけどな。I gotta know that we're on the same page. これはあれなのか、モンスターか。モンスターこと俺。So, モンスターと呼ばれた男。俺。Very carefully. What do you want? 時計はここの時計だったのか。I can't just stop feeling for her. 彼女に対する思いを止めることなんてできない。彼女を愛してる。ああ。I don't care about you. 言いに伝えに行ったのか。Feelings don't matter. What are you going to do? 結婚したいんだよって。彼女には伝える必要ないんじゃないか。これは彼女のせいかもしれない。もしかすると彼女は真実を受け入れられるかもしれない。何の話だ。彼女には伝える必要はないんじゃないか。You wanna know my answer? Yes, I do. Maybe.
Maybe she doesn't need to know. Maybe we can just be happy. Oh, what? Oh. We just keep this from her? You expect me to stand here and say nothing? Well, you just fucking お父さんかなりあれなんだよね。性格悪、性格悪な感じなんだよな。なんかめっちゃ怒ってるじゃん。あ、めっちゃ怒ってんだ。I don't know. People pretend to be happy all the time.You don't love her, you snake. If you loved her, you wouldn't lie to her. わ、すごいこと言うじゃん。She deserves better than you. You fucking... わー、殺される。痛い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 。こいつなんだ。あ、鉄板を、鉄板を取り出して。いやー、これは俺は殺してしまいそう。あ、ボンボン。あ、あー、やっちまっちゅ。好きだったんだ、でも。ちゃんと。ちゃんと好きっていうのもおかしいけど。これが真相ってこと？他の選択肢選んでたらどうなのかな？時間が動き出した。あれ？あ、これ？あ？え？いや、ファキミ。帰ってきちゃったよ。How could I forget? Honey, babe, are you? No, ちょっと、ま、待って待って待って。Hey, it's me. It's me. It's okay. あ、でもなんかちょっと進んでるな。No, don't touch me. ああ、ああ、怒ってる。Please stay away. Talk to me. No. 思い出したのか。記憶を封印してたのか。記憶、ああ、おお。But 倒れた。It can't be true. It can't be true. え、またやり直し？え、どうすればいいんだ？私が犯人ですって自首するのか？自首すれば終わりなのか？とりあえずいつものようにバンブルビーには電話しておくか。警官の前で自首するとかそういう話なのかな？私でした。私が犯人でしたって。Hello? Hey, please, what? 自分が殺人者だと言うっていうのがあるけど、でもここでバンブルビーにこれを伝えてもしょうがない気がするな。だからここはこれだよね、多分ね。My wife is in. I don't know what you want. 本当に何が起こったのか彼女に伝える。I don't know how to say this. I've forgotten a lot of things that.これ信じてもらえるのかな。違った方法でやり直したい。彼女、自分がサラの父親を殺したと伝える。彼女に自分が彼女の弟だと伝える。いや、どっちもまあ同じ意味なんだよね。 Look, it was me. I'm a man who killed your father. What kind of sick?信じてもらえないのかな。His office is filled with books, all the way up to the ceiling. I never forgot how. 本で埋め尽くされていた。No, no. I can't handle this. Why? After all this time? 自分のせいだ。It's all my fault, all of it. I should have told you. God, you're my only family. I couldn't lose you. 立場が逆転しちゃったな。Go back. If you could go fucking back, I'm having your job.そうだね。Oh, you're sorry. That makes it better. めっちゃ怒るじゃん。そんな警察で自白するという僕のせいじゃなかったんだっていうのは、襲われたんだよっていう話をするってことかな。まあ、Cop I told you about. He's gonna be here soon. He's come here before? Yes. Look, I can't undo what I've done, but I can clear your name. I can confess. Who are you? Just let me try and fix this, please. I have ruined.Everything, but you deserve to have a life. なるほど。What is going on? Fine, we'll wait. これでいいのか？ Hey. We are not talking. めっちゃ言うじゃん。All right, let's open up. やってやろうじゃない。Let's do this とはまた来たね。そんなに？ Okay, let's talk. 私が犯人です。Get on the ground. Oh shit.言いなさいよ。めっちゃ妻なんか急に怒ってるな。I know you think I killed my father, but please just listen to what my husband has to say.
私がすべて話します。私が犯人でした。I'm the one that killed the old man. What? The last words he was saying before he died. Monster, monster. I'm the monster. That's what his wife, what her mother, called me when she found out that I existed. Jesus. You killed your father and married your sister. 事故だったという。It was an accident. He attacked me. An accident? Excuse me? That's what you're going with? 数字ないのか? Are you fucking kidding me?You shut up. めっちゃ言われるな。ああ！No, no, please. わあ！え、結局殴られんのかい？Fuck you. 何何何？なんで殴られた？なんかなんだなんだ？なんか話がうまく転がるかと思ったら全然転がらなくなってきたな。ただこの後の選択肢で自分が自首するかどうかが出るってことは。自首しないくて、あの父親と話すっていうのも一つの流れであるのか。自分が弟だ。こっちにしてみようか。Your nanny from your father's affair. What about her? Her name was Dahlia. She was my mother. What? Your dad found me after your mother passed. It's me. I'm your brother. What are you saying? It was you? You killed him? まあ同じところに行くよね。結局同じことなんだもんな。I can't handle this. Why? After all this time? で、僕のせいじゃなかったってことを伝えてみるか。It was self-defense. It was him or me. And you just forgot to mention. まあ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 。You're fucking disgusting. 汚らわしいとまで言われた。え、自分のことは棚にあげてない？いや、もちろん違ったんだけど。You animal. 違ったんだけどさ、それはどうなんの？まあまあまあ、いやまあまあ難しい、難しいが、俺の立場からそれを言うのは難しいが。嘘つきのろくでなしって言われたわ。そんな、あらら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 ら、出てってって言われた。Enough.Fucking enough. Fucking enough. Fucking enough. だって。Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? My husband just confessed. ああ、こうなるんだ結局。He's the killer. He's the monster. That enough. You're under arrest. Please, just listen to me. Why would I listen to you? ああ、バンブルビーの話がないとこうなっちゃうのか。My husband.Tell him. Your husband, come on. I'd listen to someone who doesn't have a face to be in you being innocent with a watch. Sure. You're making it worse. Sir? You're sir? Not listening. Sir? Sir? I didn't sir? Kill him. Sir? Sir? Listen. Where's the watch? Fine. Sir? 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 Take it. Sir? 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 It's in the bathroom then. Ah, でもなんか話がちょっと変わってるね。Yes, I don't need you anymore, partner. Look, I don't know.You don't have to handcuff me. We can talk this out. Ah, 俺が用済みだって。You're making a mistake. This is. Wow! 助けてくれ。 You can't do this. Please, listen. All right, let's get in here. まあ、先に電話しておけば回避はできそうだけど、結局同じことになりそうな気がするんだけどな。父親のところにたどり着けない、たどり着くべきなのかもしれないな。あれが回想ではなく本当の過去である可能性、そこで何か俺は知らなきゃいけないじゃねえか、父親について。違うかな。この後これを見せればいいんだな。You need it more than I do. My sister. She does. My sister. あ、変わってるんだな、アイテムで。How much do you remember about her? なるほど。感情が変わるのか。自分の記憶が戻ったから。ここで、警官に渡す。Hey, Flowery.
渡せなくなってるな、なんか。あれ？なんでだろう。赤ちゃんの服を警官に、ちょっと待って、花の名前だった気がする。ここで警察に渡す。あれ、渡せなくなってる。これもう2回やっちゃったから俺もうリーチなんだよな警官の沸点リーチ到達してるから、これでなんか会話終了しても多分ぶん殴られるから、殺したと伝える。あ、なんだよ、え、戻れなくなっちゃった。もうあそこには行けないのか。俺が殺したっていう事実が分かるっていうだけで終わりなのかな。なんかアイテムを見るとそれが感情が違ったから、例えば8年前自分は何したっけっていうのを思い出すかもしんない、ポラロイドを見ることにより。この写真で無実は違うな。この写真を撮ったのは俺じゃないんだよね。その数週間後に出会ってんのかな。懐中時計。時間が戻る。やっぱこの懐中時計あれなんだな、父親のところにあった壁掛け時計と同じだな。めっちゃ戻ってくぞ。なんでこんなことってあるのか。ああ、これで2分前に戻るんだ。はい、なるほど、ここから戻れるんだ過去に。これ、hey. 起きた、大丈夫か。You're backLook, I know this is. これがその衝動だ、衝撃的だってことは理解してる。お互いに同意してなきゃならない。俺の娘、妻に、お前の妹に対する気持ちに関して。姉じゃない。彼女と一緒にいたいんだ。きっと僕らは一緒にならない方がいいんだ。You deserve, both of you deserve better.彼女と一緒にいたいんだ。きっと僕らは一緒にならない方がいいんだ。これを選択してみようか。一緒にならない選択肢。そうすると、父親を殺さないで済むってこと。Yeah, all right, all right. Yeah, I guess there is a world where I leave and where she doesn't get to know why.There is, and I know. なるほどね。I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. こうなるのか。This whole, I've made so many mistakes. こいつすげえ髪型だ。For what it's worth, ライオンみたいな。I'm glad you turned out so well. これでいいの？実績、孤独っていう実績を解除して。壊れた。あれ？え？あ、終わったのって、あれ終わった？時計の針がどん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 戻り続けてるけど、昇進が壊れちゃった。てか長身か短身かどっちかがないんだな。短身がないのか。これで終わり？合わない決断をした。結ばれてはならない存在だから、もう離れていくという決断をしたということで、全てがまあ食われたっていうかね、まあ事件は起きませんでしたで、白紙のエンドってことか。それでよかったのかなっていうことを言っているのかな。ちょっとなんか、いや、まあまあまあね、
そうね、でもなんか自分のやってしまった過ちをなかったことにするっていうのが、それがいいことなのかどうなのかっていうのは判断がちょっとつかないけれども、終わりなのかな、なんか重なるのかな、マークがこの上のマークが重なりそうじゃね。でもなんかちょっと微妙に噛み合ってない、なんだか微妙に噛み合ってないが、マークができた。はい、終わり、嘘でしょ、こんな終わり方なのか。これ続行やるとどうなんの。最初これあれこんなだったっけ。うわ、エレベーター最初だ。今ので終わりなの、マジ。これ何も変わってない。あ、いやちょっと待って、あれこっちとこっちに部屋なかったっけ。こっちとこっちに床の模様はこんなだったけど、これ場所が違う。施錠中で、ちょっと待って、鍵は、鍵持ってる。植木鉢がない、これ違うぞ。あ、もう、なんだ、時計が進み出した。部屋自体は部屋だけど家具が一切ない、なんならシンクまでない。あれ持ち込みだったのか。これ一人暮らしをした、あ、そうか、決断として合わないっていう決断をしたから、その後の人生で、うわ、一人暮らしどころか俺も暮らしてないんじゃないかぐらいの服が一個もない、何もない。寝室も何もない。換気口はある、開けられない。スイッチは、電気が止められてる。どういうこと。バスルーム開く、棚がない、シンク、トイレ、水は流れる。一人で暮らしてる、何ももうないのか。なんか空っぽだみたいなことを表しているのかな、彼女と一緒じゃないから。これはもう出るのか、ここには何にも用がないのか、出れない。あ、出た。あ、秒針だけになっちゃった。続行、また一人なのか。すごい難しい顔してるね。ああ、変わんないか。あ、変わんないな。施錠中。It's locked. これさ、部屋に入らないでエレベーターに乗るってことはできないのか。もう無理か。鍵で開ける。時間が進む、何もない。ここの換気口、ここは、ここ開けられないか。なんかちょっと見えるんだけどな。鍵で開けられない。あ、鍵で開けられる。
あ、懐中時計あるぞ。壊れてる。あ、自分で動かせるな。時間を合わせるのか。どこに58分。違うかな。12時。え、58分か12時か、12時12分のどれかだと思う。なるほど、好きな時間に飛べるようになったのか。だからこの時間、hey, there he is. ハゲてる。You're back. あれ警官。 Look, I know this これ警官じゃないの。 A terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter, your sister. そもそもなんでこいつ寝てるんだ。僕たちの間に未来はないんだ。これなんか変わったかな、選択肢が。これ選択肢変わってる気がするな。You wanna know my answer? I hate them. Yes, I do. No, I understand. It can't happen. I'll disappear. She doesn't have to know why. あれ同じか？ Thank you. 同じかこれ？ I know you got dealt a bad hand. This is the best we can do considering.Thank you. And I'm sorry. いや、これさあ、だって警官に見えるけどね、どう見てもふさふさのおじさんじゃない。あー、バラダラー、これはダメだったってことか。体重だけ通る。ちょっと12時に合わせてみようか。 OK。あ、12時だと飛べないんだ。12ミニッツのその後っていうイメージ。ダメか。10分かな。10分だとどうだろう。なんか2のところちょっと光ってるの気になるよね。なんでこんな光ってんだろう2のとこ。ダメか、58分の世界にしか戻れないんだ。なるほど。さあ来るぞ。はい、あとは選んでない選択肢が1個あるな。それかな。 hey, ハゲとるぞやっぱり。 You're back. ここの時計も気になるよね。 Look, I know this is a terrible shock.このちょっとよれてんのも気になるけど、これ気絶してたってことはやっぱぶん殴られてたりしたのかな。っていう、彼女と一緒にいたいんだ。 This isn't how I wanted to tell you. I don't care. I don't. I love her no matter what. これでも結局殺しちゃうエンドなんじゃない。あ、これか。これで上を選んだ気がするから下だな。もしかすると彼女は真実を受け入れられるかもしれない。What if I just tell her the truth? No, absolutely not. ダメ。You absolutely cannot tell her that. Her baby. 彼女の赤ん坊について。I would break her. これ過去じゃないぞ。She's stronger than you think. She can handle it. Maybe. 自分の頭の中か。But I won't make her. You just won't. だから警官の姿で、あ、ズンズンズン。なになになに。やめやめやめ。やめやめ。あ、なんか本が落っこってきたな。なんだ。あ、ぶつけたのか。この本は何だ。本って書いてある。なんかの本がある。なんかの本があるぞ。あ、自分の父親をあの警官に重ねてるのか。父親像なんだ。バンブルビーのこともあるし。12時になって、お、お、ここ帰ってきた。No, fucking stop! うわ、めっちゃ怒ってる。全然聞こえない。なるほど、
一人じゃない選択肢を選んだからここにいるわけだな。ただだからといって最初の時点と何かが変わったのかというと変わってないのかしらね。だからまた過去に行く必要があるのかな。この懐中時計がそんなに価値のあるものなんだな。あ、この警官のまんまだ。Look, この本。I know this is 本気になるぞ。意味がある気がするんだよ。自分の精神世界だとしたらなおさら意味がある気がする。 Your sister. でもどっちを選ぶんだ。彼女と一緒にいたいんだ。僕たちの間に未来はないんだ。どっち選んでも同じだったよな。ちょっと話聞いてみるか。なんかずっと話してるしな。俺の可愛い娘を失望させたこと、これが世界一。今度は赤ん坊。やっぱほら赤ん坊のこと言ってるもんね。だからこれは父じゃない、自分の頭の中のものだ。電話をしろ。時間を戻すことができるのなら状況は変わっていただろう。やり直すことなんてできない。人生はそういうわけにはいかない。決断を下す必要が出てくる。その決断は今下さなきゃならない。何か言ったらどうなんだ。本。忘却をすること、これ妻が読んでた本だ。禅の本だ、妻が読んでた。気持ちを切り替えたんだ。いいのかな、これ。気持ちを切り替えた。ああ、違うか。同じことになるな。本。忘れることだけで時間の糸を落とし、この瞬間を生きている。だから忘れるべきだってことか、過去は。違うかな。ああ、やだー、やめて、また同じことになる。ぐーんぐぐー同じことになっちゃったよ。本。Hey, there he is. You're back. I know the idea of forgetting things sounds crazy, but what if? それが可能だとしたら ？You could. I can help with. お前が望むなら、俺がその願いを叶えてやるぞ。お前に残されるのは未来だ。これまでのことはすべて忘れられるんだ。すべての痛み、すべてのストレス、永遠に忘れられる。だがこれだけは理解しなきゃいけない。後戻りはできない。これをなかったことにすることはできない。彼女のことについて話すこともできる。答えを選ぶことだってできる。これがだから今の選択肢だね。いやなら忘れなくてもいいんだ。それはお前次第。これが最後のチャンス。お前が探しているものが見つかるように祈ってるぞ。目を閉じろ。なんだ。Close your eyes。なんだ。花を思い浮かべるんだ。Focus。なんか時計にフォーカスしてってるな。その花の輪郭、曲線を眺めろ。今度はその花が変化している様子を思い浮かべるんだ。時間が後戻りしている。つぼみのことを考える。まだ咲いていない新鮮で新しいつぼみ。あっ！あらら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 ら。どんどん戻っていくよ。お前が見てきた世界から解き放たれるんだ。誰かの意見によって変えさせたりするんじゃない。そのつぼみに集中していれば。このフレーズを静かに繰り返せ。May you be free from suffering. お前を、おーらららら、またエンディングが、エンドロールが流れてるよ。ちょっと待って、ぐるぐるぐるって回ってる。ちょっとなんかチカチカします。目がチカチカする。
これはでもどういうエンディングなんだ。何か俺はもう忘れることにしたってことなのかな。なんか終わりそう。ゆっくりになってきた。どんぐらい巻き戻ったんだろう。あ、10分。10分でかつ巻き戻ってる。あれ、なんかオープニングっぽいっちゃオープニングっぽいけど、こんなだったかな。巻き戻ってたっけ。巻き戻ってたな。10分から巻き戻って進んでた気がする。あれ、じゃあこれ戻ってきたのか、オープニングに。はい、戻ってきました。あら、続行オプション終了。続行。あ、あれ、え、これ最初だぞ。ちょっと待って、これさ、この絵画のこの本、これってお父さんがいた書斎の後ろの棚だよね。この赤い本、落ちてきたあの本で、これは、奥さんが持っていた本でもある。こっちが想像の中なのかな。花のつぼみを忘れるなっていうのはこれか。ひょっとして絵は意味があるのか。なんか花のつぼみうんぬん言ってたよね。意味あるんだな。で、赤ちゃんの声が聞こえるっていうのも何かを示唆しているのかな。こっちは何もないんだよね。空っぽなんだ。はい、というわけで、さっきの廊下からちょっと日が経っているんですけども、休憩を挟みましてね、どうやら一番初めの状態、このゲームを開始した一番初めの状態に戻ってきたっぽいんですよね。どういうことかというと、まあ、チュッチュした後に I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know. まず会話が飛ばせないね。一度聞いた会話は多分早送りできると思うんだけど、それができなくなっている。おそらくこの携帯もバンブルビーの電話番号はないんじゃないかな。うん、バンブルビーどころか緊急連絡先すら登録されてないね。だからもう完全に初めの状態に戻っちゃったってことになるんだな。つまり懐中時計でもあの書斎には戻れないんじゃないかな。懐中時計はでもあるんだね。やっぱ戻れなくなってるんだ。これってこの状態で奥さんに見せたらどうなるのかな。懐中時計があったよ。I just found this in the bathroom vent. You know anything about it? 取られた。No. Ooh, but it's pretty. でも綺麗ね。Wonder how it got there. Yeah, weird. Let's talk later. 話はまた後にしよう。はあ、なんだろう。だから、え、つまりどういうことだ。さっきのエンディングで全部まっさらに戻っちゃったから、あれはもうあそこで終わりっていうことなのかな。ゲームとして、とりあえずここまでで与えられたことでこのゲームについて考えましょうちゅうことになるんだな。さて、というわけで、とりあえずおそらく一通りの12ミニッツのストーリーが終わったと考えていいと思います。なんか結構選択が自由に選べるから、なんか見られてないものもいっぱいあるんじゃないかなとは思いつつも、まあ一旦のね終わりを迎えていると仮定するならば、ここから
考えてみようという感じでございますね。ねどう考えればいいのか、まあ、まず2つの空間があるなっていうふうに思ったんだよね。主人公と妻、まあ姉なのかな、が暮らすマンションっていうのと、まあ、父親とおぼしき男の書斎っていう、この2つの空間、2つの空間が存在する物語で、なんかそれをこう行き来しているっていうこう印象があったから、どっちが現実なんだろうなっていうふうに考えながらゲームしてたんだけど、最初は父親らしき男の書斎っていうのが、まあ、想像上のものなんじゃないかなって思ったのよね。それはあの父親っぽい男が急にハゲて警官になってたりしたから、それはまあ現実ではありえないことなんで、だからあれがまあ想像なのかなっていうふうに思ったんだけど、よくよく考えるとこれどっちも現実の場所ではない可能性もあるんだなとも思って、っていうのはあのこの本作の主人公が、まあ、いわゆる信用のならない語り手である可能性が、まあ、ある。それはつまり、まあ、恋ではないんだけども、なんか忘れちゃってるとか気づいてないとかで無意識的に嘘をついている主人公なんだよね。今回も父親を殺してたことを忘れてたとか、そういう事実がまあ判明したので、この主人公が心の中で思ってることとか語ってること、あるいは見てることっていうのが本当であるかどうかがちょっと怪しいっていうのがある。その中で今のところ現状、おそらくこれは正しいのではないかと感じられるのは、主人公は妻の異母兄弟であるということ、主人公は妻に恋をしている、まだ姉だね、に恋をしたのではないかということ、それと、まあ、ここ微妙だけど主人公が父親を殺したのではないかということ、それ以外はちょっと真実かどうかは分からないなみたいな。だから姉はいるんだろうけれども、それが妻、実際に奥さんになったのかは分からない、やってきた警官がいたけどそれが本当にいたのかも分からない、で子供を姉が身ごもっていたっていうのかもちょっとこれもわからない。でここで改めてその、このマンションの一室と書斎、これどっちがより現実に近いのかなって考えた時に、なんか改めて考えるとマンションの内部がどうも怪しいんじゃないかなっていうふうにちょっと思っていて、例えばロビーの絵画さっき見たと思うんだけど、あれと書斎の本棚が一致してて、まあ、じゃあどちらかがどちらかに影響を与えてるんだろうなっていう感じ、同じものがあるとは考えられないので、そう考えると本棚が描かれた絵っていう方がちょっと現実味はないかなって、そんな絵、まあ、そんな絵が別にあってもいいんだけど、書斎が本当にああいう書斎があってそれが絵画に影響を与えてるっていう考える方がしっくりきますよねっていう感じ、うん、あとはね、あの部屋に入るための家の鍵のデザインが、これ1回ぐらいしか見れないんだけど、それがねかなり時計に似てるんだよね、時計の端の模様、それもなんかね、そのこの鍵が偽物ですよみたいな感じの印象をちょっと受けたっていうところかな。そこで、ちょっと最後に見たエンディングの解釈をちょっとし自分なりに考えてみたんだけど、そこで語られていたことが、父親らしき男が言っていたのが、全部忘れてしまえば痛みやストレスがなくなる、永遠に忘れられる、ただ彼女のことも思い出せなくなる、もし嫌なら忘れなくたっていいって言ってたんだよね。で、主人公が何も反応しなかったら、父親らしき男のなんかこう催眠みたいな言葉で、つぼみを思えようみたいなことで時計の針がぐる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 って戻り続けるっていうところで終わったんだけど、つまりこれは主人公は、まあ、妻のこととかなんかいろんなことを全て忘れるっていうことを選択したっていうことになって、でその父親らしき男がどちらを選択してもいいよっていうことを主人公に委ねてたんだよね。だから主人あの父親らしき男は父親じゃないわけだ。父親なら娘のことは忘れろ以外のことは多分言わないから、で警官でもないわけだね。警官だったら逮捕してるとかだったら事件のこと思い出せって多分言うはずだから、どちらでもいいよとは言わないはずなので、父親でも警官でもないけども主人公の記憶に関与しようとするのは
まあ多分精神科医とかセラピストみたいな存在以外にはあんまり考えられなくて、だから例えば主人公がある種のこうトラウマみたいなものを抱えていて、それを助ける仕事をしている男で、あのショコがまあカウンセリングの施術室みたいなところなのかもしれないし、あるいは何かを再現した部屋、書斎っていうのが何かカウンセリングに必要な場所だったからあそこを選んでるのかもしれないけど、そうなんじゃないかなっていう感じで、懐中時計と柱時計がこう一致しているっていうのは、例えばだけど心の中とその現実とを行き来するための道具みたいな、なんかカウンセリングとか、なんていうか催眠療法っていうのとかに必要な道具みたいな、インセプションのコマとはちょっと違うのかもしれないけど、まあ、それを見ることにより現実へ戻ろうとする意識が働くみたいな、とかそういうようなアイテムなのかなというふうに考えたりも、だからそう考えると、まあ、マンションの内部っていうのは全て主人公の頭の中から作り上げられている可能性がある。少なくともマンションの部屋は現実だったのかもしれないけど、それ以外の場所、だからずっと聞こえてた隣の家からの赤ん坊の泣き声っていうのが、ひょっとしたら子供妊娠というのを示唆している可能性があるかもしれないし、右手の借り手のつかない部屋っていうのは、まあいつかのループでそのたどり着いた空っぽの部屋っていうものなのかもしれないし、鍵がかかってて空っぽだっていうところから、なんか開けてはいけない、あるいは開けることができない本来の主人公を表しているのかもしれないなみたいなことを考えちゃったりとかね、まあ、こじつけかもしれないけど、あの12分間、まあ正確に言うと12分なかったような気、10分ぐらいだった気がするけど、起こったことのが真実だったのか、真実だとしたらどこまで真実だったのかっていうのをちょっと考えてみたんだけど、姉と結婚していたのかしてないのかとか、警官は来たのか来てないのか、姉生きてるのか死んでるのか、なんであの12分繰り返してるのかっていうのをこうなんか理由つけられないかなと思って考えてみたのは、例えばまあ姉に恋をしてしまい、それ以上の関係になってしまったことを父親に見抜かれて、書斎のような場所に呼び出されて誤って殺してしまった。そのことがバレてしまったことに姉は姿を消してしまい、主人公は空っぽの状態になり、カウンセリングが必要になったとか、あのマンションの、ね、内部があまりにもリアルだったから、あの一室だけは現実にああだったんじゃないかなっていうふうにちょっと考えもしてて、だからひょっとしたらそこでね実際に生活姉としていたのかもしれない。だからそこに実際に警官がやってきて妻が逮捕されたとか、あるいは警官と名乗っていたのは警官ではなく父親の依頼で捜索に来ていた男みたいな感じで、で姉が連れ去られて父親と対面することになり、まあそこでなんか悶着があって殺してしまったとか、でそのショックでいろいろなことを忘れてしまってカウンセリングが必要になったみたいなこともまああるかもしれないなと。ただね、そこでね、その父、例えば誰かを殺めてしまったことを事実だとすると、それをそのカウンセラーが、まあ、自分の患者のため、患者がより良くなるためとはいえ忘れてしまえばいいみたいな風に考えるのって少々乱暴なんじゃないかなって思わなくもないんだよね。だからそうすると考えられるとしたら、まあ、それがかなり昔の出来事である、時効っていうのがあるのか分かんないけどとか、まあ、すでに刑罰は受け終えているとか、もう刑期はどうやっても変わんない状態にいて、ただ心が乱れているからみたいなのでカウンセリングが必要だとか、あるいは誰も殺してないとか、例えば、ある女性のストーキングみたいなこと、なんかしつこいみたいな描写があったからさ、そこで俺ちょっと引っかかってたんだけど、ストーキングをしていて、だからそれが実の姉なんだとか父親に反対されていたんだとかいうのは全部想像で、それをこう現実なんじゃないかなって思い込んでしまった男のカウンセリングをしているみたいな風に取れなくもないのかなみたいな。やっぱいろんな解釈の余地があるんだよね。あとこれはこの動画の編集中に思ったんですけど、隣の部屋、借り手のいない隣の部屋に実は住んでいた説っていうのはどうですかね。だから姉、実際は姉じゃない女の人が3つあるうちの真ん中の部屋に住んでて、
自分は隣に越してきた空っぽの部屋でね、何もないあの部屋に越してきて隣の女性を監視していた説っていうのがかなり飛躍ですけど、こういうことも考えられるっていうことですね。トータルとして考えられるのは、結局主人公っていうのはある種のその悲しみを背負った男なんであるというのは、まあまず間違いがないんじゃないかなっていうふうに思います。いやー、なんていうかね、面白かったですね。このゲーム見下ろしで、なんていうのかな、ちょっとこう変な動きが、変な所作が変なところがあったりもして、まあ、そこが可愛げだったりもするんだけど、なんかね、こうぐいぐい引き込まれていくというか、発見した手がかりが実は本当のものじゃなかった感じっていうのがね、どん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 出てきて、それがまあ本当に引き込まれる非常に面白いゲームでしたね。こんなゲームに出会えたのが本当に嬉しいですし、またこうやってね、多くの方に見ていただいてとてもありがたいと思っております。というところで、12ミニッツはここで終わりにしようかなと思っております。またね、他にもいろんなゲームをやっていこうと思うので、もし時間があればお付き合いいただければと思います。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。